これ最近買ったやつなんですけど、タンドーリっていう人でね、ラヴェンっていう曲とノーサマーって曲が入ってるんですけど、ノーサマー、まあ、トライバルなハウスですね。なんか異国情緒が、ね、あるね、レコードというか、うん、これは良かったっすよ。で、これはモーリッツ・ボン・オズワルドの、トニー・アレンのやんちゃなジャケットですけど、中身はミニマルというか、人生のテーマソング、うん、これ大好き。